こんにちは。今日は、私の着物生活を支える、下着から小物から全てのものをお伝えしようかなと思っております。この動画は、着物を今から着ますっていう方とか、あとは着物生活を普段にしたいという方に向けての、一つのなんていうのかな、一例でしか過ぎないので、絶対これじゃなきゃいけないというわけじゃなくて、私の場合はこういうふうにして生きておりますという一つの、まあ、目安として見ていただければなと思います。はい、それで、ですね、まず着物を着るときに中、下着からお伝えしておきます。下着はまずこちらですね。はい、カップ付きのタンクトップです。別に着物用じゃないので、クリが浅くもないので、ここ覗いたらチラッと見えたりします。はい、これをいつもずっと愛用しております。ここ最近、そうですね、もうすっかり肌が弱くなって、40代に入ってぐらいからですね、ここの縫い目が全くないものです。無縫製のもので、これはトップバリューの、無縫製タイプのカップ付きのタンクトップです。同じような商品でグンゼさんもあるんですけど、グンゼさんはね、 M サイズからしかなくて、私はやっぱこれ結構伸びるので、さすがに S じゃないとカパカパするので、 S サイズがトップバリューさんからしかないので、トップバリューさんの購入しております。はい、でこれにいつも、今の時期ですと、はい、普通に長袖シャツを着ております。長袖シャツ全然着てて大丈夫やと思いますよ。そんなね、気にしなくて私はいいと思います。はい、こちらも別に、着物用じゃないです。なのでここ見えます、後ろから少し見えます。でもそんなにね、クリをそこまで深く開けないので、普通にしてたら見えないんですよ。覗かれたら見えるんですけど、覗く人はねちょっと変態なので、そういう方とお話ししないで、寒さは体には良くないので、ちゃんと中は着ております。はい、それでショーツに関してはやはり肌があまり強くないので、無縫製のものを使っております。私は PJ の無縫製のものを使っております。無縫製というかね、横に縫い目がないやつを使ってます。で、浅履き、なんていうのかな、あんまり浅くはないんですけど、へそ上じゃないのを着ております。へそ上にするとどうしても腰ひもと当たるので、へそ下のショーツを履いております。これはふんどしの方とかもいろいろいらっしゃるんですけれども、私は本当に普通にショーツ履いてます。もうずっとです。なんかあんまりなんか洗濯物の形を変えると干し場が面倒問題が起きるので、あんまり好きじゃないんですよね。そしてレギンスも履いております。これはもうね、10年以上前ユニクロで買ったレギンスなんで、もう売ってねえだろっていう感じなんですけど、この子は深履きじゃないんですよ。なのでもたつきません。レギンス買うときに深履きのものは私買わないようにしております。なのでマチ付きのものもなるべく買わないようにしてるんですよ。マチ付きだとマチがある分深く入っちゃうので、そうするとまた腰紐と当たって痒くなっちゃうので嫌なので、あとこういうのも履いてます。これはあれですね、アジアン雑貨系のお店とか、あとヨガやるとことかにもあるんですけど、ほんと普通の、ここがねゴムになってない、ゴムが入ってない、なんていうの、ストレッチだけでの、これ13分だけレギンスで、本当に寒い時は13分だけにして、この裾の方を少し足袋に入れて小ハゼ止めるんだけど、さらにかぶせて、必ずもうね、皮膚が出ないように防寒しております。はい、でこういうのを着ると裾さばきが悪くなるので、裾よけってものが必要になってきますが、夏場は捨ててこオンリーでございます。こちらの捨ててこは、私が使っているのはもう長年なんですけど、株式会社アズさんの、七分丈ズロースですね。ズロースって書いてあります。はい、クレープ地の
これも普通の下着コーナーに売ってるやつ。よく質問が来るのでタグをつけたまま1個置いてあるんですけど、こちらです。何も変わらない。裾も別に全然細くなったり何もしてない。ここに1個謎の、あのマークがついてるんですけど、これはマチがついてます。別にあの深履きでも浅履きでも何でもないんですけど、腰ちょっと下げて履いてます、夏場で。これは、まあ、肌着なのでゴムがすごくコイル、ゴムって幅が細いから柔らかいとか太いからきついとかじゃなくて、コイルって言ってこうゴムをね、あの作っているこの巻き数で硬さが変わるんですけれども、こちらはちゃんと肌着用 あのコイルの柔らかいものになっているので、硬いゴムじゃないので腰履きにもしやすいです。あの別気にしないでパッて下げてますね。上がってきたら上がってきたでみたいな感じ、あんま気にしてないです。夏場はこれ、ショーツの上からはこれ1枚になります。でこの捨ててこだけだったら、捨ててこと長襦袢との絡み合わせはそんなに悪くないので、あの裾よけを着る必要もなくなるので、捨ててこだけっていう形になりますね。長襦袢下は捨ててこ、すぐショーツっていう形になります。夏場のアイテム、まあ、あの真冬だけレギンス、あとは捨ててこっていう感じですね。でこのあのシジラ、あのクレープ生地の綿100のこちらの捨ててこは、私は平和堂さんの下着売り場でいつも購入しております。はい、まあ本当に昔からあるズロースですね。はい、はい、愛用しております。なのでここまでは着物用のものではないものをずっと着やすくて愛用しているというものです。で、着物用で、唯一下着として登場したのがこちらですね。月下美人さんの着物の肌着ワンピースです。こちらはそのレギンスを履いた時とかに、長襦袢との絡みを防止するために使ったり、あとは寒さよけにも使えますし、真夏に逆に、この色はちょっとあれなんですけど、こういう色でしたら全然大丈夫ですけど、浴衣の下に着る、長襦袢も着ないし肌着も特に何もしないで、もうタンクトップこれ着ての浴衣みたいな感じで気楽に着るっていうのも全然着てましたけど、非常に着心地がいいです。素材は綿が50で04だったかな、あの50入ってます。ちょっと詳しくはホームページご覧ください。こちら月下美人さんから販売しております着物の肌着ワンピースです。この目的としては長襦袢を着ないときに長襦袢の長さあるようにということで、かなり長い丈になってますので、見丈、この丈で寸法あの買われる方は決めてください。横はねエンドレスにこれリブ編みなので伸びます。でリブ編みもとて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 も細かい、とてもとても細かいリブ編みなので、あの赤ちゃんの肌着みたいなね、あの細かいリブ編みなのでギューンって戻るようなのじゃないので、着てる間に伸びてくるので、ま、あのよくあるのがこういうのできつすぎて歩いてるうちに上がってくるみたいな、そういうのはないです。そんなにねリブがきつくないので大丈夫です。あとこれはあの着物用に作っていただいたので栗が深いです、はい、あとは、肌が弱い方用に対応するために、本当はね筒編みでやれたらいいんですけれども、小さい会社なのでそこまではちょっと対応ができなかったので、ですね、あの脇の縫い目を外にあえて処理しております。そして縫い目をさらにこのロックミシンで縫い目をかけた後に縫い目をさらにねミシンで押さえておりますので、ゴトゴトここが当たってね、あのここにねあの腰ひもに当たってコロ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 みたいなすることがないので、割に肌の弱い方でも着やすいかと思います。はい、まあ、これはもう
肌が弱いっていうのは個人差なので人それぞれなのでちょっとあれなんですけれども全員できるよって言えないんだけど、一応ねそういう目的で縫い代を外にしている、あえて外にしている商品となります。で丈もものすごく長いので、私は長襦袢から後ろからは出ないけど前からはちょっと長襦袢上げるので前からは見えるねぐらい、長襦袢と同じぐらいの長さ、私の155センチなんですけど身長 M サイズでそれぐらいあります。 S だともうちょっと短い、そうですね、足首が見える感じでございます。で長襦袢代わりに着るんだったら本当に長襦袢丈ぐらいあった方がいいかな。これでこれを着て半襦袢っていうことも可能ですので、いろんな着方をできるように、暑くもなく寒くもないっていう肌着の生地で作っていただいたので、皆さんの好きな時期に着たらいいかなと思います。私は一番愛用するのはレギンスを履く冬場、長襦袢との摩擦を軽減するために裾よけとして1枚入れるものとして、このねここにも縫い目ないしポッケとかもないし、あと 肩ひもの幅も太いのでねずるんって落ちることもないし、とても着心地よく使わせていただいております。はい、こちらの商品は本当に普段着でこういうのがあったらいいなっていうことで、私も開発に今日声をね台にしてこんなにしたいこんなにしたいって言って作っていただいたもので、ちょっと思い入れがあって、そしてやっぱり使い心地がいいので冬をずっと愛用しております。これの前は自分で作ったものを作っていたんです。昔の動画を見るとわかるんですけれども、そちらそれだとちょっとみんな作ってっていうのも大変だからっていうので、商品がないかなというので作っていただいたものでございます。はい、よってやっと全部売ってる場所がわかるということになりました。はい、着物の肌着ワンピースは外科美人さんから販売されております。私の、着物を着る前の長襦袢前のアイテムは以上になります。誰かのお役に立てれたらと思います。はい、それでは、はい、どっち言うの、はいはい、新しいバージョン、うんうん、2022年バージョンで、はいはい、はい、でははい、チャンネル登録はこちらこっちやろ、こっち、あ、はいこちら